嵐の松本潤、40、が主演を務める NHK 大河ドラマ、どう、る、家康、日曜後8.00は19日、第44話が放送される。以下、タバレウ、リーガルハイ、コンフィデンスマ、JP シリーズなどの古澤良太氏が、オリジナル足、お手掛ける大河ドラマ62作目。弱小国、三河野は、いかにして、戦国の世を生き抜き、 天下統一、成し遂げたのか。江戸幕府初代将軍を、単独主、にした大河は1983年、徳川家康以来、実に40年ぶり。例番にアップデートした、新たな家康像を描く、沢足は、大河脚本発挑戦。松本は、大河初主演と、他第44話は、徳川幕府誕生。徳川家康、松本淳は、榊に戻り、 関ヶ原の戦勝報告。茶々、北川慶子か、豊臣秀頼と、孫娘、千姫の婚姻を約束させら、不満を隠せない。時は、流れ、征夷大将軍となり、都に幕府を開いた家康。ウィリアム・アダム、村雨達号らと国づくりに励むが、徳川秀忠、森、ウィンの頼りなさが不安の種。そんな中、本田、勝平八郎。 山田祐希が老齢を理由に隠居を去る。出る。一方、王の春名が、玉山哲次が、茶々の元に戻り、劇の機会を伺い、という展開。次回予告、お、の方、松島七子が再登場。家康に、そなたの大事、ものを、もう捨てるでないぞ。第3話、1月22日、愛息と16年ぶりの再会が思い出される。君たるうち、と、 国のためならば、己の妻や小とき平気で、知捨てなされ、戦国の母として、今川と手をつ、よう、厳しく指南した。晩年、出家し、伝通院と称、他、お台の方、少年は、協力元年、1528年、没年は、慶長7年、1602、徳川家康と同様、当時としては長寿だった。SNS 上は、お台様、 ご存命、お大様、ご健在でいらしたの大さんが、久しぶりに登場。楽しみなどの声。母、再会に注目が集まる。